サイド。職場体験前日の夜、レッツストーリー。職場体験前日の夜、いよいよ明日から職場体験。ドキドキするな。グラントリノ、オールマイトがあれだけ恐れる元担任の方ってことは凄腕のヒーローのはず。でもいくら調べてみても全く情報がヒットしない。一体何者なんだ。そんなことを考えていると携帯に着信が。誰から？って、オールマイト？私が電話越しに来た。やあ緑谷少年、夜分遅くに失礼するよ。どうせ君のことだ。明日の職場体験でプレッシャーを感じているだろうと思ってさ、激励しようと思ってね。オールマイトから直々の激励、ありがとうございます。僕絶対グラントリノの下で強くなります。その勢いよし。向こうではくれぐれも失礼のないようにね。絶対。まあ君はその辺心配はいらないと思うんだけどね。オールマイト本当に怖いんだな。あ、はい、気をつけます。そうだ、この間の体育祭、君ならビデオも撮ってもうチェック済みだとは思うけど、かなり学ぶところは多いと思うからよく見ておくんだぞ。わかりました。ちょうど明日の準備もほとんど終わったので寝る前に一度見直してみます。うん、でも明日もあるから夜更かししすぎないようにね。じゃあ職場体験頑張って、グッドナイト。体育祭のビデオか、終わってすぐに何回か見たけど、もう一度見たら何か新たな発見があるかも。よし、早速。雄英体育祭本戦1回戦、レッツストーリー。まずは第一試合、ヤオヨロスさんとドコエミくんの試合だ。お互いに自由度の高い個性。試合が始まるまでどんな展開になるかわからなかったな。相手は攻防一体のドコエミさんですが、こちらのペースに持ち込めれば。そうぞ、積極攻勢が基地か。行け、ダークシャドウ。はいよ。漆黒の闇に染まるが、避けては通れぬ道ですわ。レディークラッシュ。敵風神雷来い。ほらでしたら、進行しろ。でしたら捕らえろ。俺のだよ。はい、やるよ。反転。捕らえろ。はいよ。でしたら捕らえろ。俺のだよ。反転。この戦いを己の糧に。俺のおかげだな。アメージング。ニューストーリーズ。八百よろず、俺の勝ちだ。そんな、何もできずに、何も。
八百万さんは防戦一方か。悔しかっただろうな。想像するときは意識を集中しなきゃいけないから、少しでも隙があればよかったんだろうけど、八百万さんに想像する時間すら与えず攻め続けた徳闇くん、すごい。遊泳体育祭本戦1回戦、レッツストーリー。次はかっちゃんとうららかさんの試合だ。僕がよく知ってる2人だからこそ手に汗握る一戦だったな。うららかさんの個性は正直戦闘向きとは言えない。とはいえ場外という方向でなら勝ち筋を模索できそうだった。そしてかっちゃん、勝負ということなら女の子が相手とはいえ容赦はしないと思ってた。試合前にあんなことを言ったのもやるからには本気を出すつもりだったからだろう。お前浮かすやつだな丸顔。引くなら今引けよ。痛えじゃ済まねえぞ。聞くなんて選択肢ないから。じゃあ死ね。聞くなら今引けや。聞くわけがない。レディークラッシュ。浮かしてみろよ。うららかさんも直接相手に触れようとするという作戦を布石にしての攻撃。個性の応用力もすごいけど、かっちゃんに立ち向かうのは相当な度胸がいるはずだ。それを物怖じせずにこなすなんてすごいや。かっちゃんも決してうららかさんを見くびったりせず、真っ向から本気で勝ちにいっていた。手加減も油断もしなかった。それだけ認めていたんだ。ここまで上がってきたうららかさんを。遊泳体育祭本戦2回戦、僕と轟くんの試合だ。レッツストーリー。2回戦、忘れもしない僕と轟くんの試合だ。試合前に轟くんが話してくれた
父エンデバーとの確執、我が子に自身がなせなかった打倒オールマイトを押し付け自尊心を満たそうとする父への嫌悪と憎悪。試合中轟君は全力を出してくれなかった。否定するなんて言いながら結局轟君は自分自身で縛り付けていたんだ。全力も出さずに一番になる、ふざけるなって思った。でもそれよりも僕は彼を、みんな本気でやってる、勝って目標に近づくために、一番になるために、半分の力で勝つ。まだ僕は君に傷一つつけられちゃいないぞ。全力でかかってこい。俺はこいつを、親父の力を、君の力じゃないか。勝ちてえくせに、畜生、俺だってヒーローに。まだだ。俺は燃やしつつ、まずは右、俺を火炎で、火炎で、左で、まだだ。俺を火炎で、まだだ。燃やしつつ、まだだ。燃やしつつ、火炎で、まずは右、燃やしつつ、まだだ。燃やしつつ、まだだ。俺をオリックバル、まだだ。俺を許さないやぞ。だったら俺のスタートラインだ。アメージング。ニューストーリーズ。すごい。何笑ってんだよ。その怪我で。この状況でお前、イカれてるよ。どうなっても知らねえぞ。ミドリア、ありがとな。轟君との壮絶な激闘の果てに敗北。僕の体育祭はここで終わった。本気の轟君、すごかったな。試合の後は本当に悔しかった。オールマイトの期待に応えられなかったから。でも余計なお世話はヒーローの本質だ。そう声をかけてくれたオールマイトの言葉が胸に染みた。この試合での怪我はいつもより重くて、リカバリーガールからは以降の治癒を断られてしまった。これからは負傷覚悟の破滅的なやり方ではなく、別の方法で僕のやり方を見つけないと。UA 体育祭本戦2回戦、かっちゃんと霧島くんの試合。レッツストーリー。次はかっちゃんと霧島くんの試合。この二人は騎馬戦で組んでいたけど、理由は霧島くんの個性がかっちゃんと相性がいいからということもあったはず。霧島くんの個性、効果はシンプルで物理的な攻撃にめっぽう強い。ただ個性自体に攻撃性能はないから、そこは彼のフィジカルに依存するはず。一方かっちゃんは個性自体の攻撃性能がつま抜けて高いけど、効果の個性をいかに攻略するかが試合の鍵だった。じゃあ行くぜ、爆王ぶっ殺す。
やってみろ、爆発三太郎が。ぶっ倒してやるや。俺は倒れねえ。レディークラッシュ。下がるだけだ。ヘビーだ。スリーア打撃で。やっせ、しまくんだ。関係ねえ。アメージング！ニューストーリーズ！死ねえ！ぜい！さすがに家庭だけじゃねえな。ほころんで自身の高い身体能力と個性で押していた霧島くんだったけど、絶え間ない爆撃を耐えきれなかった。個性も身体能力の一部、限界はあるのだ。そしてかっちゃんは霧島くんの耐えられる限界を押し切った。落ち着いて勝ち筋を手繰り寄せる判断力、恐ろしい。UA 体育祭本戦3回戦、トドロキ君と飯田君の試合だ。レッツストーリー。ここからはベスト4、準決勝の試合だ。残った猛者同士の目が離せない試合が続く。飯田くんと轟くんの試合、2人は騎馬戦で組み、お互いの情報を持っている者同士だ。機動力が最大の武器である飯田くん、彼には騎馬戦で見せた必殺技レシプロバーストがある。僕も間近で見たけど、あれは見てから反応できるレベルの速さじゃない。轟くんも飯田くんの機動力、そしてあの技の速さを身をもって体験しているはずだ。勝負は氷結で捉え、彼のペースにできるかどうかだと思う。僕は緑谷君のような打ち消しはできん。だから機動力を生かして速攻で決める。行くぞ、轟君。レベルの違いを教えてやる。準備はできている。左で熱が燃やし尽くす。挽回。燃えろ、燃やし尽くす。熱が燃えろ、燃えろ。この運命、燃やし尽くす。挽回。燃えろ、燃やし尽くす。挽回。凍結しろ。燃えろ、燃やし尽くす。挽回。最大出力だ。これゼロだ。挽回。左で KO。
なお。スーウェイ期待に応えるか。アメージング。ニューストーリーズ。範囲攻撃ばかり見せてたから、こういう小細工は頭から抜けてたよな。警戒はしてたんだが、さすがのスピードだったな。自慢の機動力で懐に入りつつ、速さで勝負を決めにかかる。彼の勝ちパターンには入っていたものの、轟くん相手には一歩及ばずというところだったか。それにしても轟くん、速さに翻弄されつつも最後まで冷静に局面を見ていた。僕も見習わないと。これで轟くんの決勝進出が決まった。雄英体育祭本戦3回戦、かっちゃんと徳闇くんの試合だ。この試合は相性が鍵。レッツストーリー。そしてもう一つの準決勝、かっちゃんと徳闇くんの試合。徳闇くんと騎馬戦で組んだ時に聞いた話を考えると、相性的に徳闇くんは辛そうだ。ここまで攻防ともに強力な個性で相手を寄せ付けなかった徳闇くん、ヒーローになってもヴィランとの相性問題はついて回る。そこをどう切り抜けるかが重要だ。そして本人は知らないはずだけど、個性では相性抜群のかっちゃん、しっかりと徳闇くんの個性の特徴をつかんで弱点を効果的についていけるか。ダークシャドウ行くぞ。はいよ、ぶっ殺す。シュラ、いや、アッキラ説か。半端な結果はいらねえ。漆黒の闇に染まるな。進撃か、反転。打撃で打ちまくって。やることは変わんねえ。認めろ。リングアウト。ウィー、ボツ個性どもが。ニューストーリーズ。ダークシャドウの弱点知っていたのか。数打って暴いたんだバーカ。まあ相性が悪かったら同情するぞ。罪だ。まいった。徳闇くんも苦手な個性相手に健闘したけど負けてしまった。騎兵を狙って持久戦に持ち込んだのがアダになったのもある。かっちゃんは持久戦も得意なのだ。いくら相性がいいとはいえ、あのダークシャドウの攻撃をさばけるかっちゃんもすごかった。そしてあの短時間で相手の弱点を暴く観察眼も並大抵のものではない。こうして雄英体育祭の頂点を決める決勝戦のカードが決まった。かっちゃん対轟くん、戦闘センスと強力な個性、どっちが勝ってもおかしくない二人がここに揃った。雄英体育祭決勝戦、トップの座をかけたかっちゃんと轟くんの試合。レッツストーリー。
いよいよ決勝戦、トドロキ君とカッちゃんの試合だ。ここまで勝ち上がった2人、最後までどちらが勝つのか予想がつかなかった。まずカッちゃん、身体能力や反射神経に加え、個性は攻撃以外に空中での移動まで可能にする。うららかさんとの試合で見せた超火力をやっぱり狙いに行くのだろうか。そしてトドロキ君、氷結だけでも攻撃と防御に隙がない。その上左の炎熱まで使えば攻撃のパターンは計り知れない。てめえの家事情も気持ちもどうでもいいから俺にも使ってこいや。そっち側、そいつを上からねじ伏せてやる。そんで俺がトップだ。ナミプ野郎は死ね。悪いが負けねえ。レディークラッシュ。反撃は与えねえ。はじっけ。打撃で開け。燃えろ。ザクス。火炎で。なめんな。立って。たたきつけます。うだうだ野郎が。ニューストーリーズ。ハウザーインパクト。おいてめえ、いけしやがったな。ふざけんなよ。こんなの意味ねえんだよ、クソが。こんな1位なんて。かくして今年の体育祭は終わりを迎えた。堂々の1位はかっちゃんって言ってもいいのかな。選手宣誓は有言実行となった。決勝で轟くんと完全決着とはいかなかったものの、その強さは追随を許さなかったことに変わりはない。こうやって冷静に分析しながら見てみると気づくことが多い。かっちゃんやみんなは息をするようにできていることが、僕にはまだ使うって意識がある。オールマイトから受け継いだワン・フォー・オール、少しでも自分のものにするんだ。ここから。すみません、雄英高校から来ました、緑谷いづくです。よろしくお願いします。これはいつかのある日に行われたかもしれない戦い。レッツストーリー。これは過去か未来か、どこかで行われたかもしれない話。生徒とガチ戦闘た何年ぶりかな。どれさあ、集大成ってやつさ、見せてこい。私たちが行く。全力で乗り越えろ少年。強敵だ、気引き締めていくぞ。うるせえ、分かってる。絶対勝つ。行こう、さらに向こうへ。本気で行きます。ウェルカムだ。レディー、上がってこい。いいね、いける。バカ爆発し
行け、たたん、のんに、まだだ、行け、でか、とどんけ、いいね、突っ込め、いいね、たたん、行け、たたん、行け、たたん、とどんけ、もうそんなことを行け、爆発しないイメージで吹き飛べ、大した強さだ、行け、たたん、しつつキャンパー、つらい、止めた、終わる、まだだ、これ出し切るんだ、いいね、ピンチなどぶち壊す、はあ、それこそがヒーロー、さらばだ、やりすぎたかな、まだ動ける、手が出し切るんだ、大した強さ、待って、胸を借ります、デカッデカッ、ガチすぎる、いいね、頼んだよ、いいね、アギレデカッ、石ころの全力だ、集中しよう、座れた、ホーリーシット、ゴッウィン、ありがとうございました、喜べリスナー、これはいつかのある日に行われたかもしれない戦い、